あの東京の八王子というところで育ったんですけども、まあ、学校が休みの時にはですね、あの地元の近くにあの横田基地という米軍の基地がありまして、敵屋の仕事の手伝いとかであのよく出入りしてたりとかしてたんですね。それであの、まあ、中学卒業して、あの地元の高校になんとかあの入ることができたんですけども、まあ、もう1年ぐらいで、まあ、中退あのしてしまいまして、それでそこからまたさまざまな仕事を経験させていただいて、で19歳の時にあの知り合いの紹介であの飲食 の, あの仕事に、まあ、調理師としてあの携わることになりまして、でその飲食店というのが、まあ、グループ店だったんですけども、あの、まあ、弁当屋とか割烹の店、懐石料理とか、あと手打ちのそばとかやってるところだったんですね。であのそのおかげであのいろんなあの業態 の,、まあ、あの料理の勉強とかということができてできたんですけども、で21歳の時にそのグループ店のうち の, あの割烹店をあの店長として任されまして、そこからあの、25歳まではそこでお世話になった形なんです。25歳になった時にあの、まあ、まだ24歳だったかもしれないんですけど、その時にあのちょっと国外に出てみたいなと思いまして、でその国外、もちろんそれまでにあの日本から出たことがなかったんで、国外といってもあのどこということではなかったんですけども、ただあの小中学生の頃にその横あの米軍基地にあの行ったりしてたので、あのアメリカ の, その習慣とか文化ということに関してはあの違和感がなく、あのちょっと馴染みがあったので、なので外国に行こうと思った時にはもう漠然とイメージ的にアメリカというイメージだったので、もう本当ボストンバッグ一つであの来てしまったという感じですね。でそれで着いた先が、まあ、ロサンゼルスだったんですけども、ロサンゼルスにあの一人知り合いがいたので、その方に、まあ、あの僕は調理を料理の仕事をしてたので、あの日本食レストランを紹介していただいて、でもう来た次の日からあのそこで住み込みで仕事をさせていただいたわけです。でその日本食レストランにちょっとあのお世話になりまして、それでそれは、まあ、ロサンゼルスダウンタウンから1時間ぐらいちょっと郊外に行ったところなんですけども、それでそこで、まあ、5年ぐらい、お世話になった後に、その30歳になる時にですね、あの、まあ、そのお店がクローズされるということをきっかけに、その、あの自分が働いてたお店を、譲っていただくという形で、それで新たに、僕はその寿司屋として毘沙門というあの看板を上げさせていただいて、でそれが、1993年なので、あのちょうど28年前のことなんですけど、今もその店はあのそのままあの、営業してるんですけど、まあ、飲食の経験はあったので、あの店を営業してから、まあ、順調に行ってたんですけども、オープンしてから4年ぐらいしたときにあの事故で火事になってしまったんです。それであのちょっともういつ再開できるか分からない状態だったんですけど、まあ、周りからはもう諦めるようにって言われて、それでですけど諦めきれずにあの、まあ、あのその再開のための準備というか、あの建物をまたあの全焼ではなかったんですけども作り直したりとかして、もう結局それはあの1年ぐらいかかって、もう最後の方はもう自分で金槌持ってもうあの店を作るというような、もうそういう状態で、 それでももういつオープンできるかわからない状態だったんですけども、1年ぐらい経ってからですね、ようやくそのあのいろんな許可がおりまして、あのやっとオープンすることができたんですね。でその、まあ、1年の間もあの従業員もあの、まあ、仕事がなかったので、いろんなところに、まあ、あの散らばってというか、あのもうあの仕事をしてたんですけども、まあ、その店をオープンするっていうのを聞きつけて、あの当時いた従業員が全員戻ってきてくれて、それでいざオープンした時にはあの、まあ、ずっと1年クローズしてたにもかかわらず、あの以前来てたお客様とかあのもう皆さんあの楽しみにしてたっていうことで、あの
来てくださって、であのそれはもう従業員もそうですし、お客様も戻ってきてくださったので、その時はとても嬉しかった。今から約20年ぐらい前なんですけども、あの、まあ、リトル東京に縁ができまして、というのもそのまあ、元々うちのお店のお客さんだったんですけども、リトル東京でお好み焼きの店をオープンしたんですけども、それがまあちょっとビジネス的にあまり良くなかったんですけども、ある時あのその彼が店の鍵を僕に預けて、あの後頼むって言って日本に帰ってしまったんですね。それでまあ蓋を開けてみたら、もう家賃はもう何ヶ月も滞納されているし、もう店の中はボロボロな状態だったんですね。それでまあその建物もあのもう築100年以上で結構傷んでたんですよ。ですけども、そのちょっと改装するお金もなかったので、なんとかこの古い雰囲気を何か利用できないかなと思い、あの日本のまあ昭和の20年代30年代のそのちょっと古い街並みをイメージした形でラーメンをやったらどうだろうという思いで、で日本からあの放浪看板とかいろいろかき集めて、なんとかその古い日本のイメージを出してですね、そしてラーメンを始めたんですけども、あの、まあ、それがあの2002年なので、まあ、19年前、約20年前なんですけども、それは大黒屋という最初のラーメン屋の店です。で僕はあの東京なので、ラーメンといったらあの、まあ、醤油ラーメンで育ってきたんですけども、ただまあアメリカであのラーメンやっていくには、まあその豚骨のラーメンが、まあ、今ではもう本当に豚骨が一般的でしたけど、あのまあその豚骨があの受け入れられるんじゃないかなということで、あの豚骨に、まあ、醤油のタレ、まあ、いわゆる豚骨醤油っていうようなベースであの挑戦してみようかなと思いました。僕はあまり計画性がないので、常に行き当たりばったりになった感じでやってきてしまったんですね。で、ただあの、まあ、ラーメン屋で言えば約20年前で、最初の寿司屋を始めてからその30年近く経つんですけども、その間ずっと続けてきたことが一つだけあって、それはあの常に改善を試みてきたんですね。で例えばラーメンを例にとると、あのまあ20年この20年でアメリカ、あるいはもうその海外、世界的にそうなんですけども、アメリカでもう特にそのラーメンというのはものすごく変化してきたと思うんですね。20年前はあのもうラーメンというと、一般のアメリカ人のお客さんはもうカップラーメンを想像していたので、本当のラーメンを食べたこともないっていう人たちが結構いたんですね。でこの20年の間にあのそのラーメン、お客様の志向も高くなってきましたし、美味しいラーメン屋がたくさんでき始めて、味もクオリティもどんどん上がっていく。でその中で、まあ、例えば20年前に作ったラーメンが仮に美味しいと言っていただいても、もしそこでストップしてたら、おそらく今生き残れていないんじゃないかなと思ってるんですね。なのでこの20年の間に、もう改善を重ねて、あの進化をさせてきて、そして、そこで初めて10年間来てくださるお客様や、20年近く来てくださるお客様がいつも変わらない味で美味しいねって、そこで初めて言っていただけるのかなという思いで、あの常にそれはあのチャレンジし続けているので、ラーメン屋始めて20年近く経ちますけども、まだ完成形ではないですし、これから先のまあ展望というか、それはこれから5年先も10年先もおそらく変わらず、あの改善を続けて進化をさせていきたいなという思いでいます。